マニアックなところで、ルナン兄弟行こうかな。ルナン兄弟ロバ1641年51、X59 センチメートルエルミタージュ美術館。ロバという作品です。制作年数わかりません。だいたいこの画家兄弟は1600年代に活躍した、みたいですよ。まあそんなこと波動でも良いですね。この絵なんか面白くもおかしくもないですね。ロバってロバが主役かい 笑い。無意味にロバと少年切り抜きました。一体この絵は何を描こうとしたのかな登場人物はおじさんにおばさん、少年と少女、ロバ、犬でしょう。背景から察するに小高い丘の上、崖の突端にも見えます。まあそんなところに桶とか置いてあるのも変ですね。私はこの絵の重要性はこのおばさんにあると思います。これは ロバのお腹の下だけ切り抜いたものです。断崖の上に犬が寝そべって、その向こうは崖のように見えますね。でも、全体で見れば、向こうの岩はこのロバ、いやおばさんの衣服なのです。衣服でないと辻褄が合わない。人間の脳とは不思議なもので、自分の都合の良いように脳内で辻褄を合わせてしまう。この部分がこの絵の最大の面白さです。 老婆と老人だけ姿を消してみましょうか。ほらね、崖に見えるでしょう。どう見ても老婆の下半身には見えない。面白いといえば面白い。くだらないといえばくだらない。笑い。でもね、この岩、どこかで見たような気がしますね。レオナルド・ダ・ヴィンチの甲で紹介しますが私はこの岩、岩屈の聖母の岩だと思います。ダ・ヴィンチもこの岩を下半身に見立てているのです。 私の推理ではね、こう、ご期待ですね。ルナン兄弟の小手調べにはちょうどいい絵だったですね。続く。